リッカルド・ムーティは、イタリア人の指揮者。シカゴ交響楽団音楽監督、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団名誉団員。現代を代表する指揮者の一人として知られる。1941年生まれ。1967年に若手指揮者のためのグイド・カンテッリ賞を受賞。1972年からフィルハーモニア管弦楽団を定期的に指揮し、オットー・クレンペラー以来の首席指揮者に任命される。1980年から1992年まで、フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督に就任し、しばしば同楽団を率いて、世界的な演奏旅行を行った。フィラデルフィア艦と制作した、レスピーギ作品やロシア作品、ブラームスの交響曲の録音は、現在でも評価が高い。1986年から2005年まで、ミラノ・スカラ座の芸術監督を務める。1987年に、ミラノ・スカラ座管弦楽団の首席指揮者に任命され、1988年には、同楽団と共に、ビオッティドーロ賞を獲得。同楽団を率いて、イタリア国内から、欧州各地まで、演奏活動を続けた。スカラ座辞任後は特定の監督ポストには就任せず、客演指揮者として活躍。2010年5月、シカゴ交響楽団音楽監督に就任。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団やウィーンフィルハーモニー管弦楽団にも定期的に客演している。1971年以来、ザルツブルク音楽祭にも定期的に参加し、オペラや演奏会を指揮しているが、とりわけ同地ではモーツァルトの歌劇の指揮で有名である。スカラ座の他にも、フィラデルフィアやロンドン、ミュンヘン、ウィーン、ラヴェンナ音楽祭などでオペラ公演を指揮してきた。交友は小澤征爾、ダニエル・バレンボイム、ズービン・メータ、マウリツィオ・ポリーニ、バルバラ・フリットリ、レナート・ブルゾン等が並ぶ。カルロス・クライバーの数少ない親友でもあった。母国イタリアの作曲家を幅広く取り上げ、秘曲も多く紹介し、録音も頻繁に行っている。その他一般的なレパートリーは手中に収め、特にフィルハーモニア時代やフィラデルフィア時代に膨大な録音を残した。近年はウィーンフィルとシューベルとモーツァルトを頻繁に取り上げては録音をしている。2008年からはハイドンイヤー企画でハイドンの交響曲も録音している。近年は専属録音契約を結んでいないが、ドイツグラモフォンや EMI からのリリースをしている。今までに全集を残したものとしては、ベートーベン交響曲、ブラームス交響曲、シューマイ交響曲、シューベルト交響曲、チャイコフスキー交響曲、スクラービン交響曲などがある。ヴェルディのオペラのほとんどは EMI とソニーへ録音している。ミラノ・スカラ座では比較的無名の古典派のオペラ、例えばケルビーニの歌劇、ロドイスカやスポンティーニの歌劇、ベスタのミコラ・ベステールを上演。その一方で、スカラ座管弦楽団を指揮して、今日無名の20世紀イタリア人の新古典主義者の作品を録音した。ヴェルディやプッチーニの有名作品についても、伝統的に行われてきた改編に対して批判的であり、演奏は常に作曲者によって書かれたままで、なされなければならないとの強い信念を持ち、自筆譜の綿密な研究を通じて、それを実行してきた。特にソニーへ録音した一連の録音では、打楽器など細部まで原点版を徹底して用い、数少ない演奏例としても貴重な存在になっている。ピアノの腕前にも優れ、金賞ではあるが録音を行っているほか、リサイタルの伴奏を行うこともある。椿姫上演の際に、オーケストラのストライキが発生すると、一人でピアノを弾いてまで強行上演させたという逸話もある。当初ピアニストとして研鑽を積み、ロータに招かれて彼が校長を務めるバーリ音楽院に進んだ。そこで音楽院オーケストラの公演があり、予定されていた先輩の指揮者が病気になり急遽欠席した。そこでロータはムーティを校長室に呼びつけ、代役をやるように指示した。しかしムーティは不安で一度は自挙したものの、簡単な表紙の振り方だけ教わって、強引に任されてしまう。結果としては素晴らしい出来になり、ムーティ本人も指揮に興味を持ち始める。これがきっかけで、ロータに恩を強く感じ、たびたび彼の曲を今でも取り上げている。勉強に打ち込むも生活が苦しく、アルバイトに明け暮れつつ苦学した。この時妻であるクリスティーナと出会う。その後、グイード・カンテッリ指揮者コンクールで優勝を果たし、イタリア国内の主要楽団を指揮する。1969年には、フィレンツェ5月音楽祭歌劇場の音楽監督に抜擢され、長く関わっていく。1971年、巨匠、クレンペラーの後任として、ニューフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者に就任して以来、ロンドンには長く関わっている。EMI への録音もこの頃から始まっている。1979年には、同楽団初代音楽監督に就任。その他ロンドンフィルにも、客演や録音を行っている。フィルハーモニア退任後も毎年のようにタクトを取るなど、良好な関係を維持してきた。しかし一部メディアが、ハンムーティを掲げて、過激な攻撃を行った。これに火がつき聴衆の一部も激化。2005年には、スカラ座友堂さんがでロイヤルコベントガーデン歌劇場に初登場する予定であったが、演出家と激しく対立してキャンセルする。これにより、メディアがムーティ攻撃を強め、翌年にフィルハーモニア館に登場するも、その後空白が生じた。2009年にはしばらくぶりの客演予定が立った。引退を考えていた友人オーマンディがムーティのコンサートに訪れ、その驚異的な才能に一目惚れして、ムーティ将兵を働きかける。その後首席指揮者を短期間務め、正式にオーマンディの推挙により1980年、音楽監督に就任する。就任後は、オーマンディが築いたフィラデルフィアサウンドを踏襲しつつも、オーマンディの性に対して、極めて動的、ドラマティックで熱い演奏を繰り広げて、聴衆や学院の支持を得た。EMI への録音も盛んになり、オーマンでは資材を投じて、ムーティのために録音施設を建設した。晩年はフィリップスにも録音を行い、ブラームスやプロコフィエフで演奏を残した。カラヤンが他界して、ポストカラヤン争いが勃発した時、ムーティもその候補に上がった。しかし早期に撤退を表明する。直後の1992年、激務に耐えられなくなったことを理由に、フィラデルフィアを辞任した。その後数年、後任のボルフガング・サバリッシュの活躍でフィラデルフィアは好調を維持したが、次のクリストフ・エッシェンバッハ時代に低迷。そこで、ムーティ復帰を掲げて何度か招聘に乗り出すが失敗。代替案で、警官指揮者への就任も打診するが自拒される。結果として、数度の客演に止まり、その後の共演予定は立たなくなった。2009年3月12日、ムーティはフィラデルフィアの低迷を心配するコメントを発表したが、ほどなくして同楽団は破産法適用の申請を行った。1986年、クラウディオ・アバドの後任として音楽監督に就任する。就任後は極めて強力な改革を推し進め、スカラ座の復権、復興に効果を上げた。カラヤンの失敗以来、各指揮者が敬遠していた、椿姫を、ティツィアナ・ファブリチーニの起用により上演し、封印を破ったことは、特筆に値する。その後も、EMI やソニーに、多くのオペラ録音を行って、足跡を残す。ブーイング集団を秩序維持のために場外に追いやって、物議を醸すなど、一部常連客らとの対立もあったが、ムーティは、スカラ座に長期にわたって君臨した。しかし2005年3月16日に、スカラ座の管弦楽団員と職員の投票により、圧倒的多数で不信任を表明される。これは、スカラ座総支配人、カルロ・フォンターナとムーティとのいさかいがきっかけであり、先んじる同年2月には、フォンターナが免職される結果となっていた。ムーティは、投票に先立ち演奏会をキャンセルするが、フォンターナの支持者との絶え間ない亀裂のために、その他の公演も立ち行かない状態だった。同年4月2日にスカラ座を辞任した際、ムーティは職員からの敵意を辞任の理由として挙げていた。ムーティがベルルスコーニ首相と親しい間柄であるのに対し、フォンターナは左派に属することから、この構想自体芸術面でのそれというより高度に政治的なものだったとの見方もある。スカラ座辞任後は特定の監督ポストには就任せず、客演指揮者として活躍。母国の音楽的復興を試みて、ケルビーニ管弦楽団を設立し、若手音楽家の育成に注力する。ウィーン・フィル、ケルビーニ管以外は年に1ヶ月程度の付き合いに止まっている。現在の客演先は、フィルハーモニア管弦楽団、バイエルン放送協、フィラデルフィア館、フランス国立館、ニューヨークフィル、フィレンツェ5月音楽祭歌劇場だけだが、新規として、メトルポリタン歌劇場、ローマ歌劇場、シカゴ卿などの客演が決まっており、北京音楽祭や東京オペラの森音楽祭、PMF、モスクワ音楽祭、ザルツブルク聖霊降臨祭音楽祭などイベントへの参加も多い。ルツェルン音楽祭への出演や協力も表明し、周囲を驚かせた。ローマ歌劇場に対しては、定期的な客演と復興活動に参画することが発表された。生まれ故郷のナポリにあるサンカルロ歌劇場の復興にも尽力し、母国の活性化に大きく貢献している。2010年にはフランクフルト州立歌劇場にも登場する。シカゴ交響楽団は約30年というブランクがあるにもかかわらず、スカラ辞任直後のムーティに猛アタックをかけ、客演を要請していた。客演後はヨーロッパツアーを率いるなど大切な業務を次々と依頼した。その過程から次期音楽監督かと憶測が飛び交った。2008年5月5日、シカゴ交響楽団の次期音楽監督に就任することが双方から発表された。楽団のメンバーから多くの手紙や署名が届けられ、決心に至ったという。任期は2010年から5年間となるが、就任前に事実上の活動を開始。2009年1月は就任直前のコンサートになったが、人気が過熱してチケットは入手困難に陥り、スポンサーを失望させた。そこでムーティは前例のないスポンサー限定公開リハーサルを実施して難局を乗り切った。2010年5月、ムーティは正式に音楽監督に就任。首席指揮者、ベルナルト・ハイティンクもそのまま在任している。最も親密なウィーン・フィルハーモニー管弦楽団では1973年以降、ほぼ毎年指揮台に立ち、1996年にはウィーン音楽週間の最終公演で同楽団を指揮したほか、極東ツアーやドイツツアーのほか、1993年、1997年、2000年、2004年、2018年、2021年のニューイヤーコンサートでも指揮を執った。2005から2006シーズンは30回以上指揮台に立っている。ウィーン・フィルからはゴールドリングが贈られ、同楽団の中枢メンバーで構成されるウィーン宮廷楽団の初代名誉音楽監督を務める。WPH 専用機に登場が許される唯一の指揮者であり、カール・ベームやヘルベルト・フォン・カラヤン並みの待遇を受けている。創立150周年記念、楽友協会125周年記念ほか、記念コンサートでタクトを託されている。1975年の初来日はベームに帯同してウィーンフィルと果たしており、その後1999年、2005年、2008年と4回来日を重ねている。2011年7月28日、ザルツブルク音楽祭開催中に70歳を迎え、ウィーンフィルより名誉団員の称号を贈られた。1979年、バイエルン国立歌劇場に初登場し、超一流歌手を並べた、アイーダを上演。この公演のリハーサルに訪れたのが、カルロス・クライバーであり、それ以来親交が続く。その後、同じミュンヘン市内の名門、バイエルン放送交響楽団にも登場し、毎年客演を重ねたりレコーディングも行う。バイエルン放送交響楽団は、ロリン・マゼールの任期満了に伴い、マゼールの意向で、ムーティを音楽監督に打診する。しかしムーティ側から辞退の申し入れがあり、後任は、マリス・ヤンソンスに決まる。この後も、バイエルンとは良好かつ密接な関係は維持している。ニューヨークフィルは、マゼールを音楽監督に迎えてから、同じく、ムーティの登場回数を大幅に増やしてゆく。マゼールは、当初から契約更新をしないと明言しており、当初はムーティを後任として推挙していた。それを受けてフィルハーモニックはムーティに就任を再三打診するも、固辞される。代わりにムーティは定期的な客演を約束し、2009から2010年はツアーを組むなど主席客演待遇で進めることが合意された。しかしムーティは2008年にニューヨークのライバルであるシカゴ交響楽団への就任を表明する。これによりフィルハーモニックのザリン・メータ総裁は失望の意を示し、今後の関係断絶をほのめかした。後に和解を果たし、2009年のツアーは予定通り実施されることになった。クラウディオ・アバドとの犬猿の仲は有名であり、お互い名前で呼ばないほど疎遠であった。ことにムーティはアバドのことを前任者と呼んでいた時期もあった。名優のピアニストポリーニ、バレンボイムや弟子のダニエル・ハーディングらがよく二人の間に立って和解を目指した。イタリア時代からお互い良きライバルであった反面、ポストカラヤンとして争い完全に決裂してしまう。アバドはベルリンフィルを襲い自らの目指すカラーに染め上げた。反面、ムーティはウィーンフィルの事実上の常任指揮者待遇になる。双方がポストを持たない間に、アバドよりムーティへ協力要請があり、ルツェルン音楽祭への出演、協力に至る。また雑誌を通じて、お互い尊敬し合っていることを打ち出すなど、雪解けへ向けて一気に加速が進む。アバドがパイオニアとして乗り込んだ地域の公認として、ムーティが乗り込み、成功を収める例が多く、その他でも何かと因縁で切っても切れない様相を呈す。1975年に、カール・ベームに帯同してのウィーンフィルとの初来日以来、たびたび来日している。長年にわたる日本とイタリア間の文化交流と相互理解の促進、貢献が評価され、平成28年春の叙勲、褒章において、朝日、重光明を受章。2018年には、第30回、高松宮殿下記念世界文化賞、音楽部門を受賞している。2019年より東京春音楽祭でイタリアオペラアカデミー in 東京を開催。同アカデミーは2015年にイタリアのラベンナで立ち上げられたプロジェクト。ムーティ自身がこれまでの経験、教師たちや過去の偉大な演奏者たちから受けた教えを才能ある世界中の若手音楽家に伝え、オペラ制作に至る複雑なすべての過程についても理解を深めることを目的に、毎年夏にラベンナで開催されているもの。日本では3年にわたって、リゴレット、マクベス、仮面舞踏会を取り上げる予定だったが、マクベスは新型コロナウイルス感染拡大の影響で2021年に延期となった。ABCDEF ノーマン・レブレヒト、巨匠神話、河津和也、横履道彦、和気、文藝春秋、1996年ザ、フィラデルフィア・インクワイアラー誌、イル・テンポ誌、ラミング、ダウンロー・アットラス・カーラ・ザ・ガーディアン誌2003年9月16日付記事、イル・メイソジェロ誌2009年3月20日号、ありがとうございます。